ただいま。今日すごいの届いた。クーク、クークから見える？見えてる？クタン、クちゃん、パパ今やるよ。パパやりますよ、うん、家具、木材、よし、名前よし、よしだって間違えてなかったって。クちゃん開封していますよ。パパに開封してもらってる間にお母さんとアマーマーしようか。ねえ、クさん、クちゃん、クちゃん、今日もいい子にしてた？ん？今日いい子してた。そっか、ご飯しっかり食べてましたか、クちゃんは。うん、パパなんかしてるね。バリ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 してるね、パパね。なんだろうね、クちゃん。なんだと思う、クちゃん。もはクちゃんもはもはし始めたの。もはん。わきは？わきわきは？わきわきわきは？クちゃん。ルリメーズ、あれはもうちょっとテンション上がりすぎてるから、ちょっと落ち着かせないとダメだ。寝れなくなる寝れなくなってる。楽しくなった。うん、待ちに待ってたね。これ本当楽しみだったね。誰かですか？え？誰かですか？鳥の子さん。パパだって。パパいるよ。パパって。パパ。クちゃんほら、パパちょっと閉まんなくなった。チャック壊されたから。それなんか変なチャックになってるよ。これボタンだから。ボタン。これボタン。ここね、ボタン。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 開封されてるからお腹が。ボタン2つだから。ボタンみたいな、こういうパーカーが欲しかったんだけど、うん、よかった、ね、ありがとう。作り直してくれた、ありがとうね、うん、こういうパーカーが欲しかったな。今回も鳥の子さんに作ってもらったよ。鳥の子さん、いつもありがとうございます、ね、くーちゃんのお迎えが決まった時からね、お願いしてたんでね。こんなすりっぱなのうちがわがまま言っていろいろ言ってたからね、鳥の子さんいろいろ考えてくれてさ、とやっと出来上がった。くちゃーん、くちゃーん、くちゃん専用だよ。あれ楽しみだね。くちゃんのダッキーついてるよ、ちゃんと。やばいって言ってるパパは。振り向いたら出てた。すごい。この赤いなんかこうなんだっけ。これ、うん。絨毯じゃないのそれ。レッドカーペット。レッドカーペットもそうだけどね。ピクニック行けるの。ピクニック行けるの。ピクニックらしいから、うん、お外にも行ってたって、そうだね、お医者さんにも言われたね、うん、いっぱい見せなきゃいけないからね、お外ね。今は興味が多い時期だから、うん、もう一切待たなくて大丈夫です。ねえ、びっくりしちゃった。何回か聞き返したもん本当にいいんですか一切待たないで外に出してください、うん。すごいね、この木の幹。いや、これすごい、本当にすごい。いや、これこっちから見るともっとすごい。写真で見た以上だ。いや、これはすごい。これ、ほんとすごい。何これ、ちょっとほら、パパなんかこう、手でやってみてよ。いや、俺さ、めちゃめちゃでかいじゃん、体が。うん、
これは俺じゃなくて何か何か何かない何もないよ。でかすぎるからダッキーしかいないよダッキーしかいないよ。もう何かないよ。何かないよ。味噌汁カップ。味噌汁カップ洗ってないよまだ。ダッキーダッキーの比較じゃわからないダッキー比較じゃわからない。あ、ダッキーがちょっとここに座ってみる。ダッキーちょこんちょこんとダッキー。だって俺一人分2枚ぐらい。ダッキー落とすられる。あおらっしゃい。ダメだった私も足で引っ張ろうと思ったけど助けられなかった。これはすごい。すごかったね。私の手がこんなだからね。すごい。これすごい。だって手で回せないでしょ。30センチぐらいなんじゃない。うん。すごいね。周りがちょっとあれだけど。女性の足ぐらいあるよね。うん。ある。すごい。今回はこの角を丸くしてもらいました。すげえ。これは切れない足うん、すごい素晴らしい。角も取っていただいた。これすごい。これすごいね。くーちゃん楽しみだね。よし、くを出してみようか。ちょっと待って、ここ片付けないと周り。痛い。レオに引っかかった私が。レオ、マウンが立ってますね。ごめんね、めっちゃビビったよみたいな。パパ、すごいね、これね、ほんと。トリップ、私の手が入っちゃった。そして、今回も裏側は、ああちゃんとね、フェルト貼ってもらったよ。バッチリですよ。傷つかないよ。うん。さあくーちゃん、お待たせ。お待たせ。うん。待て。じゃあ待ってて。うん。パパね、寄ってほしいとか。まずはほばりで、ね、うん、まずほばってからね。あれ？お母さんに取られてる。またほばり。うん。これ気にならない？クー。気になる。クーこれパーチ。クーパーチ。クーのパーチ。クーのね。クー専用機。やってみる。おお。行く行く、どこに足をかけようかみたいな。あ、すごい、いきなり行けるんだ。クーはやっぱすごいね。ルリメンス違うね。ルリメンスはしばらくかかったよね。怖がってたよね。パパいる、そばにいる。そばにいる。そばに座ってよ。早速壊す。いいよ。グッ。あ、グッ。そっちは気になる。そっちの鳥の子さんがやってくれた梱包材で。これはこれでアスレチックになっちゃうの。パパ横座ってるから大丈夫。ちょうどいいね。うん。思った通り、この太さちょうどいいね。だけでもすごいよ、まあ、うん、乗るだけすごい。ほんとこれ
ここだって私握れないもんね、ここの太さがまず。そうだね。うん。これも上腕ぐらいだ。女性の足ぐらい。うん。クくいいね。クくいいね。よかった。いいね、クちゃん。すごい、クちゃん。えらい。ちょっと楽しくなってきた。少しずつ。うん。ちょっとずつ楽しんでね、クーターン。マスクいりませんって。今日は何でしてるのってね。今日何でしてるのって。パパ今日くちばしできた。深いところは深いところ。この一番すごいとこ、ここ。どう。そして上に登って。また戻ってって。パパの方に行って飛んでいくと。ボボ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 ボ、安定のところまで行った。お帰り、いいね、もう速攻行ったね。すごい、くいいね、くーちゃん、くすごい、やりがいがあるね。これもしばらくかかるよ、うん、1年計画かかるよ、これ1年持っちゃうから。数年持ちそうだ、うん、今後は一生懸命試した。チョコもあった？なんかそこいいとこあったん？くっちゃんあったね、いいところ。ジリジリ言ってるね。すごいね、これね、かっこいいね。うん、すごいかっこいいね、かっこいい。あ、かっけー。ミリミリ言ってる、かちゃん。すごい出来上がりだね。うん、ほんとすごいね、ほんとすごい。楽しい。すごいオブジェ。これがまた食うといい感じだね。いいオブジェ来たね。うん。いいね。いいね、食う。慣れてきた。いいね。慣れてきた。まだ終わりか。ちょいちょい帰ってこない。うん。いいね、食う。大丈夫かな。